水入ったよ。水が、わかります？これ水が入っちゅうわ。釣り人間。この中の水、振り食っても出てこんき、穴開ける。逆に穴を開ける。穴を塞がないかんけど、一旦穴を開ける。じゃないと水が出るかん。どこに開けろっかな。ここら辺でいいか。なんでもないとこに開けた方が、塞ぎやすそうだよね。さあ、穴開きましたけど、水出るかな。出た。出た。水出たね、庄司。あっち立って。庄司君、水がボッタンボッタン出るね、穴開けたら。大変な量の水が。しばらく出るな、これ。海水焼き、一回抜いて、もう一回入れて、洗おうて、乾かしてから塞がないかんき、かなりキングクリムゾンせないかんや。穴いっぱい開けちゃう、逆に。結局穴を2箇所開けた。こんなに水入っちゃった。これまた水入れて洗います。よいしょ、あっち、オッケー。いや、座れ座れよ、障子、障子グオーリコやね。はい、ほなね、一応洗うて水抜いて乾かすはやめた。もうこのまま穴埋めちゃろうと思います。もう乾きゃせんきねんよな、ちっちゃい穴開けたところで。100均のエポキでね、開けた穴を塞いでいきます。正直エポキ大好きやろ。正直エポキ大好き。エポキを混ぜていこう。それであとエポキ混ぜて塗っていくだけやけ、もうこたついっちゃきや。そこにおる？ルア。ペン。ブリックサイロ。何度ブリが取れる気象時。100均エポキが練り上がりましたね。5分ぐらい置いちゃってみろか。ついでに怪しいこの相回りも置いちゃこう。今ね、エポキ塗りは。エポキを怪しそうなところにも塗りは。わかった？これを。で、一番怪しいのはこのカップ周りね。もう怪しいというか、ここ長いけどね、絶対に。けど、わからんがよ。特定できんがよ。割れたとかじゃなくて、継ぎ目やないろかと思ってます。ブリの歯でやるのか。いや、歯じゃないね。まあ力で引っ張り合いっこしたき、その接着部分がめきって開いたがいないろかと思っちゅう。なるほど。うん、 OK ですね。怪しそうなところにエポキをぽったり塗って穴を塞ぎましたので、あと乾いたら、ちょっとラッカーどぶ付けしてみようかな。これ色剥げるかな。これでいいかな。色剥げるかもしれんき、これで完成としましょう。もういい。
山は私はどこまで行った？すっかり見えんなったね。すごっ。分散か。分散。分。いや入ってないと思う。うん入ってない。魚がおるき鳥が待ちうやろ。うわ向かい風ベイビーやこれ。次はどちらの動画をご覧になりますか？こっち？こっち？こっち？やっぱこっち？どっちの方が面白いかな？まあ全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。